行います。それではジュニアファイナルに進出した3チームを先ほど決定した演舞順にご紹介いたします。劇団フルーツバスケットジュニア、エニワベニガラスジュニア、エジェックキッズ、以上3チームの皆さんです。ステージで繰り広げられる真剣勝負、一人一人の輝きにご注目ください。早速審査演舞に参りましょう。最初に踊っていただくのは劇団フルーツバスケットジュニアの皆さんです。今年も劇団フルーツバスケットジュニアから目が離せません。なんと今年は6歳も難しい演舞にチャレンジ。世界中の子どもたちに笑顔と夢と平和が戻ることを願って、札幌から元気エネルギーを増産し、世界に笑顔爆弾を発信していきます。それでは踊っていただきましょう。劇団フルーツバスケットジュニアの皆さんです。どうぞ。劇団